突然ですが問題です。映画、ハリウッドスキャンダルでのワンシーンです。流れてくる英語を聞き取ってください。In, in sense, you 聞き取れたでしょうか本日の英熟語、<a> が用いられています。もう一度、聞いてみましょう。集中してよく聞いてください。In, in いかがだったでしょうか動画の最後にもう一度同じ問題を出題し答えを発表します。このワンシーンの英会話で用いられている語彙はこの動画内で紹介する様々な例文の中にも入れています。今聞き取れなくても動画のトレーニングを丁寧にこなせば最後には自然と聞き取れるようになる可能性が高くなります。ぜひ動画を最後まで見て英語を聞き取る感覚を味わってください。 本日の英熟語は他の映画にも品質します確認してみましょうが実際の英会話の中で品質することがわかると思いますそれもそのはずこれには学術的な裏付けもあります 最も頻繁に用いられるアメリカ英語交互表現、コーパス分析とそれが示唆するものという論文があります。これは、オクラホマシティ大学の言語学者、ディリン・リュー博士による研究です。論文の内容は、そのタイトルからもわかる通り、統計データに基づき、アメリカ英語で最も頻繁に用いられる熟語を調査したものです。この論文では、最品質の英熟語として約300フレーズがリスト化されています。 In a sense. がそれらの熟語のうちの一つですこのように Innocence <a> は言語学者も認めるほどに超品質の英熟語なのです是非この超品質の英熟語をマスターしましょう早速 i n n o c e n t e の解説・トレーニングに入りたいところですが少しだけこの動画の説明に入ります必要のない方はスキップしてください この動画は、10の例文から1つの英熟語を徹底的に学ぶことで、その熟語はもちろんのこと、いくつもの単語が自然と身につけられるようにデザインされています。1つの熟語にフォーカスした内容になっていますが、扱われる7の例文の中には合計で39語に及ぶ豊富な語彙があります。わからない単語があれば、その都度、調べてみるとより効果的にトレーニングを進められます。 動画の前半部分で本日の英熟語の用法等の解説をし、後半部分では3ステップで徹底トレーニングをします。後半部分の徹底トレーニングでは英日翻訳と瞬間英作文を行います。負荷のかかる作業で、初めは難しいですが、何度も繰り返すことで、必ずこの動画の内容はマスターすることができます。諦めずに頑張りましょう。 本日の英熟語の意味、用法について解説します。In <a> sense, には主に以下の意味があります。ある意味、先ほど流した3本の映画のワンシーンでも熟語の意味を確認することができます。ご覧ください。 映画でのワンシーンは喋るのが少し早く感じたかもしれませんね改めてスクリプトを確認しながら聞いてみましょう読み上げる文章はそのままで聞き取りやすい新しい音声を用意いたしました音声と一緒に読み上げるとより効果的です we, Charlie? でもある意味私たちは世界で孤独なんでしょうチャーリー ある意味私たちは常に過去を見ている well, sense, まあある意味軍隊は故郷だいかがだったでしょうかマスターするにはまだまだ足りないので他にオリジナルの例文も用意いたしましたオリジナル例文は合計で4分あります 早くて理解するのが難しい場合は一時停止してくださいまずは言葉の意味を把握することが大事でしょう各例文が2回続けて英語で流れますまねして発音してみましょう She felt in a sense that the answers were inside her all alongShe felt in a sense that the answers were inside her all along 彼女はある意味答えがずっと彼女の内側にあったと感じました。ある意味、私私のの父は私のヒーローロです。 In a sense, DNA is the blueprint of life. ある意味、DNAは生命の設計図です。You are correct, but only in a sense. You are correct, but only in a sense. あなたは正しいが、ある意味においてのみだ。これで前半のパートは終わりです。休憩を挟んで次からがいよいよ本番の徹底トレーニングになります。徹底トレーニングはこれまで学んだ7の例文を用いながら、 英語スクリプト付きの英日翻訳、英語スクリプトなしの英日翻訳、日本語から英文に翻訳する瞬間英作文の順番で進みます。負荷の高いトレーニングですが、それだけに効果抜群です。何度も挑戦すれば必ずマスターすることができます。諦めずに頑張りましょう。ステップ1では、今まで学んできた文章が英語でスクリプト付きで流れます。

ある意味、私たちは常に過去を見ている。Well, in a sense, the army is home. まあ、ある意味、軍隊は故郷だ。 彼女はある意味答えがずっと彼女の内側にあったと感じました。 ある意味、私の父は私のヒーローです。Sense, ある意味、DNA は生命の設計図です。You are correct, but only in a sense. あなたは正しいがある意味においてのみだ以上でステップ1は終了ですステップ2ではステップ1でやったことをスクリプトなしで行います英語が流れてきたらすぐに日本語に翻訳しましょうでは始めます「But in a sense we're all alone in the world aren't we Charlie?」 でもある意味、私たちは世界で孤独なんでしょう。チャーリー。In a sense, we're always looking in the past. ある意味、私たちは常に過去を見ている。Well, in a sense, the army is home. まあ、ある意味、軍隊は故郷だ felt, sense, 彼女は、ある意味、答えがずっと彼女の内側にあったと感じました。 ある意味、私の父は私のヒーローです。ある意味、D. N. A. は生命の設計図です。 あなたは正しいが、ある意味においてのみだ。以上で、ステップ2は終了です。ステップ3では、瞬間英作文を行います。今まで学んできた例文の日本語訳が読み上げられるので、それを即座に英語に翻訳しましょう。 英語で話すのに慣れていないととても難しく感じるかもしれません。一つの英語表現を完璧にするための土台作りはそう簡単ではありませんが、繰り返しているうちに面白いくらい楽に瞬間英作文ができるときがやってきます。最後の仕上げの部分ですから、あと一息粘り強く頑張りましょう。では、始めます。でもある意味、私たちは世界で孤独なんでしょう、チャーリー。 But in a sense, we're all alone in the world. Aren't we, Charlie? In a sense, we're always looking in the past. まあ、ある意味、軍隊は故郷だ彼女は、ある意味、答えがずっと彼女の内側にあったと感じました。 she felt in a sense that the answers were inside her all along in a sense my father is my hero ある意味 DNA は生命の設計図ですあなたは正しいがある意味においてのみだ。 お疲れ様ででした。徹底トレーニング終了です。負荷のかかるトレーニングでしたからその分英語力もアップしたはずですでは最後に動画の冒頭で出題した問題の答えを確認したいと思いますまずは最初と同様に英語を聞き取ってください In, in a sense, you are your father because his DNA is still inside of you. では、字幕付きの答えを流します。答えのスクリプトと聞き取りやすいオリジナルの音声を独自に用意いたしました。ご確認ください。In a sense, you are your father. ある意味あなたは父親なのだ彼の DNA があなたの中に残っているのだからいかがだったでしょうか本日のトレーニングを通して聞き取れるようになった方もいらっしゃるかもしれません聞き取れなかった方も何度も復習をすることで耳が訓練されるはずです聞き取れるまで挑戦してみましょう 本日の動画は以上となります。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。